生前の岡田茂之岡田茂之は、日本の実業家。クラブ法人株式会社サラブレッドクラブラフィアンゼン、代表取締役社長、有限会社コスモビューファーム社長。北海道静内町出身。実家は牧場を経営。日本大学獣医学部中退後、アメリカへ渡り現地の牧場で、馬さんの修行を積んだ。クレーボーンファームでの修行中。 コウマ時代のラフィアンの才能をいち早く見抜いたというエピソードからその名を会社名に使用している。2006年3月にサラブレッドクラブラフィアンの代表を退いたことに伴い個人としての場所資格を再取得。北海道競馬所属のインパーフェクトなどを所有しコスモバルクで果たせなかったクラシック制覇を目指している。2011年5月より b s ブン競馬中継の土曜日。 レギュラースタジオ解説者となる。2021年3月19日、北海道内の自宅で死去。71歳を打死因は公表されていない。なお、個人名義で所有していた競争場の場所名義は4月17日までに全てビッグレッドファームに変更された。自身が設立したラフィアンターフマンクラブは一口場所のシステムで競争場を所有しており、 それらの馬にはボバにはマイネル、ヒンバにはマイネの、また競走馬によっては性別関係なくコスモという冠名が付けられる。そのためマスコミや競馬ファンの間ではマイネル軍団の総帥と呼ばれている。東京優秀制覇が最大目標と公言し、1986年に自身の所有はグランパズドリームが東京優秀において2着となって以降、 毎年のように、ビッグネットファーム関係の馬を出走させ、特に2004年には、コスモバルクコスモサンビームマイネルデュープレマイネルマクロス、マイネルブルックと5等の関係馬を出走させたが、最後まで制覇には至らなかった。生産馬、セリラクサツ馬を合わせて数千頭を競馬場に送り込み長らく3歳クラシックレース、未勝利であった。ネボは、サンデーサイレンスを最高傑作と評価しており、 フジテレビ番組の取材で、あのゴムマリのような筋肉は、世界でも他に類を見ない。後継馬は、近親配合になっても、あのゴムマリを再現し維持するべきだと主張している。妻の岡田美佐子は有限会社ラフィアンターフマンクラブの元代表、有限会社コスモス代表、有限会社ビッグレッドファーム代表である。以前は、個人橋として登録されており、勝負服の柄は赤。 緑格子、赤袖、冠名は、コスモを使用していた。場所名義は2006年に、有限会社ビッグレッドファームへと法人化された。茂雪の後継として、サラブレッドクラブラフィアンの代表を務めている、岡田博和は長男。岡田スタッド、ノルマンディファーム、ノルマンディオーナーズクラブ代表の岡田薪夫は実定。因は後に有限会社ビッグレッドファーム名義となった、馬。 美佐子の所有場に関しても、重幸がオーナー代行としてマスコミに対応する。ありがとうございます。